どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室カズレレのガズでございます。今回もこのちっちゃなウクレレを使いましていろんな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、世界の大定番曲やります。ビートルズのイエスタデイをやりたいと思います。パチ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 、はい、英語ですけどなぜかこうキュンとくる感じですよね。はい、ビートルズのイエスタデイなんですけど、まあ、いつものように2パターン、最初は超簡単バージョン、後半はちょっとかっこいいバージョン、アルペジオ的なやつでね、やってみようと思います。そしてウクレレって私にもできるのかしら、難しいの、簡単なの。簡単です。こちらをクリックしていただくと全てわかるようになっております。どうぞこちらです。クリッカーピシッ。はい、こちらはですね、弾き方とか持ち方とかから始まって300曲以上のこういうレッスン動画みたいなのが上がってますんで、しかもみんな簡単バージョンですから、ぜひウクレレ始めてみてください。仲間と一緒にやると楽しいんで、みんなで一緒にやればいいですよ。はい、はい、それではじゃあビートルズのイエスタデイ、まず簡単バージョンからやってみようと思うんですけど、シンプルに4つ弾きで心を込めて歌えればいいんですけど、まあ、英語がね、まあ、でこのぐらいの、歌詞もね、その気になれば繰り返しが多いんで覚えられるかもしれませんのでね、ぜひ挑戦してみてください。じゃあゆっくりやってみますよ。いきます。1, 2, 3, 4. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looked at all here to stay. Oh, I believe in yesterday. Sadと、イエスタで4つ弾きでしっぽり簡単バージョンやってみました。いかがだったですか？はい。コード解説しましょう。コード解説。はい。今ね、やったのはね、まあ、結構私がよく言ってるガズレレ必須コード内で収まるやつですからね。はい。C。いいでしょ？はい。今これなんで隠してるかっていうと、後半でこれちょっと足されるからね。後半のかっこいいバージョン。まあ今隠しておきましょう。G7 と E7 は、よく見ると1個違いですからね。 G7、E7 いいですね。これも皆さん一応やります。 G7 がこう、 E7 はこれ、人差し指を上げたら E7 ですから、これ覚えてくださいよ。はい。そんでもってこの下の4連チャン Am と F、 これ入門コードだからもう説明不要でしょう。 Dm は見てください。 F に1個足しただけですからね。 Dm、F に1個足しただけ。はい。 D7、 この考え方 Am に1個足しただけ、ここを隠すと Am と一緒でしょ。つまりね、ここね、ほら、ここの4つはね、ここを隠すと全部 Am の位置一緒なんですよ。だからこれ親戚。はい、このコードでした。で、ここに上に書いてあります。Csus4。これ、これからやるかっこいいバージョンでちょっとやってみようと思いますが、これ、ね、今日の楽譜の公開はですね、こんな感じしました。歌詞がね、英語で多いんで、歌詞の上にコードを書いていく感じ。こういう書き方もまあ、言っちゃいいですよ。はい。これ今見せてるのはね、これからやるかっこいいバージョン、 E7SUS4 から E7A とか E7SUS4 っていうのが出てきます。 E7SUS4 どういうやつかちょっとやってみましょう。 E7SUS4 はですね、普通の E7 はこうやって押さえます。 G7 の人差し指を上に持ってきたやつ、この人差し指をここに持ってくるんですよ。これ
これが E7 サスボで E7 に戻る。サスボって出てきたら大体元のコードに戻るっていつも言ってるんですけど、 E7 サスコボから E7 に戻る。 C もそうです。 C サスボから C に戻るとか、こうセットの関係になってますね。大体 E7 サスボ一応見ときますか。 E7 がこれ、 E7 サスボはこれですからね。ここの4弦の部分が2フレットか1フレットずれてるっていうやつですね。 C もね、ほら C は2弦の1フレットとして2弦の0フレット、まあこれこういうセット関係ですから、サスポーツのはそれで一応基本的には覚えておいてください。かっこいいバージョンではね、あと Am7 っていうコードが出てきます。 Am7 はね、何にも抑えないから Am から Am7 っていうコード進行がありますんで、じゃあかっこいいバージョンやります。弾き方アルペジオとかいろいろガズペジオとかを織り交ぜながら、言葉のタイミングに合わせてこうあの弾き方変えたりしてるんで、一応見てください。解説後でします。いきます。1、2、3、4。バージョンやってみました。ちょっとかなりあの自由な感じで、まあね、なかなかあの雰囲気重視で行ったんですけど、ちょっと見ていきますとですね、最初のじゃね、一応ガズペジオ主体でやってます。はい、ガズペジオはここクリックしてください。練習してくださいよ、これかっこいいですから。でね、C サス4が入るところね、Here's the... 今ちょっとこうつまみ弾きしたんですけど、ストロークでやるとこうなります。Now it looked at all the here to stay. 今のところね、 Here to stay. はい、ここには G7 って書いてあるけど、しっかり G7 弾くよりは C サス4の後ですよ。 Here to stay. ってこの3弦の、ね、2フレット1個の音だけぐらいの方がちょっとこうなんていうのかな、いいかなって思いました。 Here to stayこういう風に、まあしっかり弾くのもいいかもしれない。なんかね、僕はね、この3弦の2フレット1個の音だけの方がなんかこう綱渡りっていうか、こうね、なんかなんていうのかな、これ緊張感がいいかなと思って G7 って書いてあるところですけど、あの弾きました。ここはピンクで表記しておきますね。この G7 G7 しっかり弾いてもいいですけど、今のバージョンは3弦の2フレット1音だけでここの今のところですね。なんであのご自分であのお好きなところでやってみてくださいね。あと注目したいところはですね、ここ Say の後ちょっと長いから一回 C サスポーとか入れてなんか動きをつけるといいと思いました。まあ、How to go now流れていく、まあ、これはやってもやらなくてもいいんで、まあ、1個 の, あのシーンが長かったんで、ちょっとねあの動きがあった方がいいかなとまでやったんですけど、その後のところですね、I said something wrong, I wrong for yesterday、 で、こ
2弦の310イエスタデイって3番に入っていく。ここの3210はなんかやりたいですよね、これ。Something running around for yesterday 310 C の音ずっと伸びてる間でやった方がいいと思うな。3310 yesterday というふうに流れていくっていう感じがいいかなと思いました。はい、まあこんな感じで右手はね、まあ、ガズペジオじゃなくてもいいです。普通のアルペジオでもいいし、結構あのビートルズのやつ聞くと結構ねあっさりあのストロークでやったらしいんですよ。イエスタデイ、なんかなんであの自分の捉え方でオリジナルねアレンジ、この弾き方考えたりするのもまた楽しいことですから。はい、でもこれだっていいんですよ。イエスタデイ All my troubles seem so far away ね、ルンルンビートとかいろいろこれも考えられますんで、ウクレレだと結構そういうなんか外しの技もいいかもしれませんけどね。まあなんでいろいろアレンジを変えて弾くのも楽しんでいってください。はい、皆さん7月8日渋谷でガズレレ大イベントありますよ。ただいまチケット発売中になっております。もしよかったら会いに来てください。渋谷東京カルチャーカルチャーというところでガズレレ初の東京大イベントですからね。はい、他にもいろいろやってますんで、Yahoo、Google などでガズレレで検索してみてください。よろしくお願いします。一緒にワイワイやりましょう。それではさようなら。ウクレレ楽しもうぜ。バイバイ。